毎年恒例となったエレクトーンフェスティバルの日。フェスティバルといってもコンクール形式ですので、発表会とはまた違った緊張感が漂うステージになりました。まずこちらご覧いただいているのは小学生部門。可愛いとは言いつつも本格的な演奏が続きます。いやーすごい集中力、大人顔負けの演奏ですよね。しばらくご覧ください。いかがですか？これ全部小学生なんですよ。びっくりでしょう。本当にびっくりです。でもね、演奏が終わったらこんな感じ。やっぱり小学生かわいいですよね。続きましては中学生、高校生、一般と続きます。ぐっと大人っぽい演奏になりましたよね。選曲もかっこいい。こちらのグループは生楽器とのアンサンブルです。エレクトーンにもクラリネットの音はもちろん入っているのですが、やはり生の楽器の音を聞く、生の楽器と合わせるというのは非常に大切なことです。いや、いい経験したんじゃないかなと思います。続いてこちらのグループは歌。度胸たっぷりの歌を披露してくれました。はい、そして最後はアナ雪の世界を披露してくれたグループ。少しご覧ください。